アイビスサマーダッシュは日本中央競馬会が新潟競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競争名のアイビスは新潟県の県取り時の英称。新潟競馬場のスタンドにもアイビススタンドの名称で使用されている。聖賞は新潟市長賞。中央競馬で唯一直線コースのみで施行される重賞競争。2001年に 新潟競馬場のコース回収が行われた際に、新設された、シワ直線1000メートルのコースを使用して行われる。創設から2005年までは、スプリンターズステークスのスティップレースとして位置づけられ、2005年までは、スプリンターズステークスの出走候補場となる地方、競馬所属馬3頭に出走資格が与えられていたが、2006年以降、地方所属馬の出走枠は2頭になった。 また2005年から国際競争に指定され、外国馬も出走可能になった。2006年から試行時期が夏の新潟開催の開幕週に移設されるとともに、夏季競馬をさらに盛り上げるため設けられたサマースプリントシリーズに指定された。ボバ、ヒンバ混合戦ではあるが、ヒンバの勝率が良く、2020年までに開催された全20回中、 ボバの優勝が7回に対し、ヒンバの優勝は13回を数える。なお、直近10年において、ヒンバの勝率は5分5分となっているが、2005年から2011年にかけてヒンバが7連勝としており、これは JRA のヒンバ限定戦ではない、重傷競争におけるヒンバの最多連勝記録である。以下の内容は、2021年現在のもの。出走資格。 サラ系3歳以上負担重量、別、定2021年の1着賞金は3900万円で、以下2着1600万円、3着980万円、4着590万円、5着390万円。新潟競馬場の芝コース、直線1000メートルを使用。本競争が施行される直線コースは、他競馬場の周回コースの芝1000メートルに比べ早い。 タイムまで安く、2001年に中央競馬史上初めて1波論10秒を切る。ラップタイムが本競争を含む3競争で記録され、2002年に本競争で優勝したカルストンライトの走破タイムは芝1000メートルの JRA レコードとなっている。この時の平均速度は時速67.0キロメートルに相当する。須田孝夫によれば、 周回コースを走る馬の影響で芝が痛みやすいうち枠よりも芝のコンディションの良い外枠の方が有利な傾向があるというのが競馬ファンの間で常識になっているという距離はすべて芝コース各界競争結果の出展 netkeiba.com よりありがとうございます